おはぴよどうもひなぴよと、はいどうもノリーです。はいはい、続きやっていこうよよ、はいはい。どんなノリだわからない、無理やりテンション上げていってる。うん、いやちょっとね、続けて撮ってるんですけどジョシュア君のとこが怖すぎて、ちょっとテンション下がってた。そう無理やり上げるしかない。じゃあ今回も次の世界行っていきましょう。はい、まずじゃあ白ウサギのとこに行くか。行きましょう。ニートのウサギ、はい、おかえりなさい。はい。おや、前回とは全く違う顔をされてますね。え、そんなことはないよ。あー、いえ、察しがつきました。なんだよ。それでは世界のものは回収させていただきますね。あげる。ペーズのペーズのペーズの切れはずも、いつものようにどうぞ。ペーズの切れはずも、いつものようにどうぞ。田舎者だったんだな。赤緑色の手帳を手に入れた。赤緑？青か。もうダメだ、脳みそが寝てるわ。それでは次の世界の扉を開きましょう。よっと。よっと。次もよろしくお願いします。わかった。よし。しょうがねえな。行くか。行こう。こっちかな。ちなみに他の部屋ってどうなってんだろう、ね。ああ、そっか。ちょっと。あ、いるいるんだ。ん？あ、なんか寝てるよ。おお。おお。おお。なんか寝てるんだね。リックくん。リックくんか。うん。あ、喋んなくなってる。あらー。あー、チェルシーちゃん。あ、喋んなく。ああ、血まみれー。オーマイガー。なんてみんなそのままの姿で。え、じゃあ泣いてる？真っ黒になってる。あー、ごめんみんな。ごめんね、ない。ああ、うん、来た。ステラちゃん。ステラちゃん。私が読んだだけ。うん。どんな声読んだだけ？そうだな。今回多分先生も出てくるから私読むか。あらあら、アリス。どうしたの？そう、そう。遊びたいのね。いいわよ。何して遊ぶ？なんでもいい。そうそうそうなのね。言えなかった。クローゼット開けましょうか。なんでみんなしてクローゼット開けてくるんだよ。だよ。来た。お。いやー、なんか、いやー、なんだこの世界は。なんで外じゃん。なんでベッド。なんでこんな。え？何？迷路？迷路だね。え？迷路？え？ん？これ何？なんかあるね。関係ないの？ないね。石かこれ。石？うん。とりあえずなんか進むか、何があるとこまで。うん？うん？操作が難しい。ほほほほほほ、こっちか？ほほ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 、下行けそう？行けない？なんだ？ほほ。ほほほ、結構広いな。ほ、あ、行き止まりじゃん。ほ、下、もっ、まし、あ、行けないのか。不気味だし音。ほ、こっち行けないか。え？お、あ、行けないね。行けないね。ほ、うわ。めっちゃ繊細な操作が必要と、うん、これ何？キノコ、ただのキノコだ、うん、おお、怖え。ほうほ、あそこか、そっちか、そっちなのか、うん、そっちだ、いけねえ。よいしょよいしょよいしょ、およいしょ、およいしょ、いけた、いけ、いけた、よしよし。操作の微調整。おお、いた。あら、あれ、え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 、なんですか。うん、アレン君がここにいるということは、そうか。ん？ああ、ありがとう先生。もういいわ。あと先生も髪ちゃんと手入れしなきゃ。先生はいいんだ。これは切る時間がなくてね。切り方も知らないから。知らないとできないの？手探りでもできそうよ。いや、知らないとできないよ。それに
僕が今知りたいのはそんなことじゃないから。よく聞こえなかったわ。おお。じっとしてるのも退屈。ねえ、どこか行きましょう。アレン、私あなたについていくから。うん。あなたがどんな道を進むのか面白そうだし。ステラ君。いいじゃない。ずっと同じところにいたって何も変わらないわ。先生はどうするの？一人で行くからここにいろとか言ってたけれど。だから、君たちは本当に言うことを聞いてくれないな。先生もついていこう。おお、先生。決まりね。それじゃあアレン、お願いするわね。ほう。おお、ドラクエ感がある。せやな。セーブする？うんうん。ほい。あ、うん。これ先生の料理をね、なぜこんなところにあるのかわからないけれど、でも先生の料理は美味しいわ。見たことのないものばかりだし。ほう。うん。海外で覚えたんだ。いろいろな国を飛んでからね。そうなんだ。国によって違って面白かったな。最初は煮込みすぎて怒られたりもしたよ。ほう。場所によって違うのね。とても不思議だわ。今度私にも作り方教えてちょうだい。なんで？うん。OK じゃないの？うん。ああそうだね。みんなで作ろうか。約束だ。おお。なんでちょっと一瞬固まった。楽しみにしてるわ。よいしょ。おお。うん。三人。こっちは別に行けないのか。そうだね。上か。迷路好きだね、またか。なんか動いてるし、なんかいろいろ動いてるし、ね、関係ないのか。関係ないか。下、これは何？穴が開いてる。おお。あれ？あ、こっちか？右か？うん。おお。下ではないね、こっちか。うん、でこれは出口はどこなんだろうね。あそこか、うん、あの血がついてるとこ、うん、くー微調整くー。あ、いったしよしよし。こっちか、こっちか。おー、なんかあそこ、なんかいる。だし BGM が不穏に、うん、あ、なんかかけらがあるよね。お、あるね。これ取って、うん、あー、うん、拾うと、うん、なんかあの虫みたいなもの気になるね、うん、こうか、こっちか。よいしょ、くっしーこいしょーとーりゃ。よし、虫が、うーむ。あー、聞いてくれよ。俺は雲、ぼーっとしてたら足を取られちまった。これじゃ歩けない。足を探そうにも無理だ。だから俺の代わりに探してきてくれよ。うん、おい、反応はなしか。でっかい方も何か考え事してるようだしさ。そこの少年、頼んだぞ。じゃないと食っちまうぞ。気持ち悪い。アレン、あの虫何を言ってた？そう、足ね。私は何もしないわよ。全部アレンがやって。じゃないと私はあなたをトーストにして食べちゃうから。みんな気違いだよ。本当だよ、みんな食べようとする。え、足を探そうってこと？足？ 8 本だよね。ね、え、上でいける？いけないか。ない。うん、うわあ、いけないのか。これは地道な作業になりそうだな。どういうとこにあんの？ね、探せって言ったってね、うん、戻るのかな。戻ってみるか。おー、何か埋まってる。掘ってみよう。えい。あー、謎の足。虫の足？やめて、近づけないでちょうだい。私虫嫌いなの。アレン、綺麗な顔してるけどやっぱり中身は男の子ね。うん、うん、
俺の足。ありがたい、早いとこつけてくれないか。足の数。うん。うん。うん。八。はい。キモ。おお、いい感じだ。4本とか6本つけようとしやがったらマジで食っちまうところだった。そうだな、お礼に秘密の場所を教えてあげるさ。目閉じろ。あの虫なんて。そう、嫌だわ。暗いの私嫌いなの。襲ってくる可能性もあるしね。気性が荒い性格のようだし。なんだってんだ、さっきは喋らなかったくせに。いいから閉じろ、早く閉じろ閉じろ閉じろ。ここは彼の言う通りにしておこう。ああ、まったく、お前は素直で大変助かるぜ。そのまま深呼吸だ。ほう、周波。おーっと、わー、なんだここは。どこ、ここなんだ、なんだろう、どういう世界なんだここは。え、ああ、いけるな。噴水。少し疲れたわ。休んでもいい？ここは一体どこなの？夢だと思ってたわ。でも違う。うん、知ってる場所。でもこんな場所知らない。どっちなんだ？歩き疲れるし。ここは広いからね。迷ってしまいそうだ。これ以上進むのが苦なら、君たちはここにいればいい。先生は行くんでしょ？なぜ？なぜ先生は一人で行きたがるの？あまり人に知られたくない。巻き込んでしまいたくない。僕はずっとそうだよ。そう。ずっと不幸な顔してるわ。先生も、アレンも、みんなも。アレンは自分が一番不幸だと思う？この選択肢ってどうなんだろう、重要なのかな。毎回出てくるね。でもそうかもっていうほどちょっとアレン君のこと分かってないからな。分からない、分からない、分からない。感じることも忘れてしまったの？あなたはそれを不幸だと感じることもできなくなったのかしら。先生の考えだけど、幸せも不幸も人と比べるものじゃない。どちらも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 自分が進む道のただの障害物なんだからね。幸せも障害なの？それなら人は何を求めて生きているの？先生の言葉は難しいわ。自分が大人だからってあんまりよ。答えを知ること、それが大人になるということさ。先生は答えを知らない。だから先生は子供さ。こんな大きなちんぷんかんぷんな子供、私は初めて見たわ。はは、ステラ君は厳しいな。はは。ちょっとへこんでるじゃん先生。もう大丈夫よ。次行きましょう。わからないけど、進めば私がずっと悩んでたことを知ることができる気がするの。なぜあなたたちが生きているのに死んでいるように感じるのか。ほう、ほう。それがわかるのかな。これどこ行けばいいの。うん、とりあえずセーブするか。うん、うん、ふいふいふいってって。とりあえずまあ正面からわー、ちょっと全部見ていこうか。うん、どんな感じのマップかな。おお、ちょっと狭めだね、うん、テトリスの動物がいる。うわー、迷路好きだな、ここ。後回し。ちょっと簡単そうなとこから行こう。そうね。うえー、何ですか。びっくりしたよ。ええ、なんだったの。え、どういうこと。急に行ってくんにやめてくれる。調べられないんだ、でも、うんうん、そいつはただのテトリスだよな、ね、テトリスはいいわ。どっちから行けばいいんだ。ちょっと面倒だから左から行くか。オッケー、広そうだし。まーい、まーい、か
仕切りない、わーい、遊園地だ、わーい、殺風景、何もないや、わーい、わーい、なんかだんだん迷路になってきたよ、わーい、くー、わーい、わー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 、何もない、何もないや、わー、え、何もないの、何もないや、えー、意味がなかったやん、何のためのマップなんだこれ、なんだよ、一回戻るか、じゃあなんか後から使うのかな、ね、あれこっちだったっけ、そっちだな、うん、やだなここも、うん、もう分かんないよ、うーん、とりあえず進んでみようか、うん、うん、うん、違うわ、なんかある、なんかいる、なんかいるね、うん、ほほほほ、あ、でも一発で、ほほほほほほ、セーブする、するか、うわ違う、ほいほいほい、こんにちは、ああ、なこれ人間、人間か、人間、人間っぽいね、うん、すみません、道を塞いでしまって体が足りないんですよ。どういうことですか。どういうこと。右手、右足、左足、左目、昼寝をしていたらなくなってました。いや、なくなりすぎでしょ。その白い棒みたいなのは骨？すげえ。あなた生きてるの？その通り、骨ですよ。外が腐っちゃいましてね。すごいね。生きてるかなんてのはこの世界ではひどく小さな疑問ですよ。それで体のパーツを集めてくれないでしょうか。またですか。アレンが決めて、よろしくお願いします。問答無用か。そう、なんだか落ち着かないです。よろしくお願いします。落ち着かないで済むんだ ね、 ね、すげえな。じゃあもう諦めてくれないかな、探すか。さっきのマップにあるのかな。どうなんだ。ただっぴろいマップ。ね、ありそうだね。うん、オッケーオッケー。こっちに行けるのか。なんかいる。逃げてる。これを追っかけるのか、まさかの。そういうことか。待て待て。ほら。捕まえてごらんな。お取った。あ、取ったね。あと他にもいるのかな。え？あ、いるいる。うふ。あ。終わり？終わりか？右手右足、あれ違う、右足左足、うん？左手も取っちゃったっけ？左目？あれ？あ、今なんか4つあったよね。うん。4つ取ったぞ。お、取った？うん。オッケー。まさかそんな逃げ出してるなんて思わんよ。また誰かが取ったのかなみたいに思ったら勝手に逃げたな。すごいね。どんな体してんの。本当だよね、生命力強すぎた。ああ、それです、僕のパーツです。おっと、 目玉を潰さないように結構簡単に潰れちゃうんで。やばいよ。本当に感謝です。ありがとうございました。おう、消えた。少し匂いがついちゃったわ。匂いがついた。ひどい匂いね。わお。あら。くせんか。ゾンビだったのかな。おお。おお。あれ？戻ってきた？あ。ん？アレン君、ステラ君、これ以上君たちは死んじゃいけない。ずっといたんだろ？え？あ、先生か。なんか黒い物体が前にいたって。うん。約束だからね。え？どういうこと？うわっ！こういうこと！ん？こりゃまた随分と不幸そうな顔してんな。アリス、辛いなら俺が解放してやろうか？やだね、めんどくさいからな。こいつ、苦手だわ。死んでるか生きてるかわからないし。ひどいなあ。俺はとっくにろくでなしで死んじまってるぜ。うまいこと言うね。まあその前に、私は約束だけは守るやつだからな。ドアがなくなっちゃった。本当だ。それにしても面白いな。
お前からは奪ってないのに他と変わらないなんて。ま、ほとんど持っていなかったから奪う必要がないしな。こっちの話さ。用は済んだ。グッドナイト。グッドナイト。あら。先生もあいつも何もかもわからないわ。そうよ。なぜこんなにモヤモヤするの？扉、なくなっちゃったけどどうするの？あなたに任せるわ。ほう。うん。ほう？ここなんか、なくなっちゃった。なくなっちゃったね。じゃあ先生追いかけることはできない。なんです？ぐちゃぐちゃ。何が？ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃだ。わー。怖いよ。怖いよ。ちょっとテンション上げていかないとちょっと元気がなくなっちゃうよ。ピアノ、少し弾いてもいい？このピアノ、音が足りないわ。どこかに埋まってるか、隠れてるのかしら。はぁ、あ、ここの辺なんかないの？ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだ。埋まってる？隠れてる？どういうこと？埋まってる？隠れてる？埋まってる？隠れてる？とりあえず右行ってみる？わぁ、あはぁ、あはぁ、なんかいろいろあるけど。あ、戻っちゃった。埋まってるかもしれん。ほうほう、うん、え、動いてるね。かけらが、うん、かけら手に入れた、うん、虫。虫はこれとか、これなんだ、調べられない、うん、これ。お、たくさんの名前が記されている。町のみんなの名前、うん、みんなの名前。ほう。私もいつかこの冷たい石に刻まれるのね。人って忘れられたらもう一度死んじゃうんだって先生が言ってたわ。うん。人が死んじゃったらその人の何から忘れるか知ってる？声から忘れるんだって。うん、よく言う話よね。ね。私もみんなの声もう思い出せないもの。その人の死を乗り越えるために忘れるのか、それとも死んで興味がなくなったから忘れるのか、どちらなんでしょうね。ほう。調べられないね。ね。あ、この動いてる虫は？動いてる虫もなんか調べられない。そうか、ダメか。あ、なんか変な声出しておかないと怖くなる。なんかあるしね、ここにも。わーい、わーい、わーい、なんだこれ。わー、なんも調べられない。わー、これなんだ。リンゴ。リンゴだ。で、え、いやでもないよ。なんだったんだ。ないんだけど。え、あれか、墓を一個ずつ調べるしかないのか。お、今、結構きついな。うん、ここの隙間何？なんだろう。あ、さっきほらバツバツのかけら取ったとこや。あ、そっか。これも関係ないな。うん。ああ。じゃあ。え？え？え？隠れてるか埋まってるって言ったな。探すか。めんどくさいめんどくさいね。あ、何もないって。あ、出るってことは。ほう。いや、いえ。あ、何か埋まってる。あったぜ。そんなピンポイントで。このピアノ、音が足りないわ。どこかに埋まってるか隠れてるのかしら。足りねえの？まだ足りねえの？まだあるのか？ん？うん。うん。探せーい。そんな。そんな。一個一個。やだ。やだ。やだ。そんだけ。やだ。そんだけ。そんだけ。こんなめんどくさい作業やだ。やだ。うん。幻、あった音を手に入れた。やだ、嬉しい。いやー、なんで？なんで？怖い。でも今なんか一個のモノマネっつうか適当なことやってたから全然怖くなかったわ。あんまビビらなかった。怖い。やだ、何？やだもう。怖い。怖いんだけど、もう何なの？二つで
いいのかしらね。何かしら。とりあえず探しとく。とりあえず探して何もなかったらやってみましょう。そうね。そうね。なあ、入れないんですけど。入れたわ。入れたわ。あらあ、埋まってたわ。音を手に入れたわ。さすがに3つで十分じゃないの。そろそろ行く。行くか。やだ。あ、音が足りない。危ねえ。1個でやるかと思ってた。音が足りないピアノなんて弾けないわ、うん、え？まだあるの？まだ足りないの？なに？疲れたの？ちょっとひなぴょん変わっていいわよ。わかんないもん。探すわ。探して。何もないの？ないわ。どういうこと？ぐちゃぐちゃよ。ぐちゃぐちゃよ。割れちゃったわ。びっくりしたわ。ガラスでできているって出たわ。ところどころ確認できてなかったのか。そうね、うん、どれが確認できてなかったかわからないわ、ね、ちょっと一個が残っちゃったね。ね。あ、下のとこ、あ、確かにこの2列調べてなかったっけ。調べてなかった気がするわ、うん、4つも足りないの？4つも足りないの？あら、やだやだやだ。幻。何もないじゃない。何もないじゃない。やだやーやだ。急に音出すのはやだわ。待ってる。音があったわ。やっとこれで揃ったんじゃないの、うん、行ってみましょう。行ってみましょう。これできっと綺麗な音が奏でられるはずよ。はずよ。音戻ったわね。そうね。ちょっと待ってて。お、うん、お、うめえ、うめえ、お、うめえ。やっぱりピアノはいいわ。うん。余計な音を出さないもの。生きてる人なんてただたわごとを鳴らすだけのメガホンよ。ほう。あなたもみんなもどうして私のわがままに付き合ってくれるの？そう、みんなへんてこね。死んでるようなのに。みんな失って死んでるよう。え？ディーン。なるほどね。行きましょう。もう分かってるんでしょ。え、ちょっと何言ってるか分かんないです。分からないです。分かんないっす。何ですか。行きましょう。どこに？こっちに。うーん。なんか変わったところは。リンゴ？リンゴ？あ、私ね、自分の名前あまり好きじゃないの。うん。みんな私に手を伸ばそうとして、でも飛べないから落ちて死んじゃうわ。私もただ高いところから見てるだけで何もできないの。ただ綺麗だからって近づいて、そして勝手に落ちていくの。何の絵本だ？わかんない。でもそれでいいの。生きている人間なんてみんな汚れてるわ。うん。先生も自分の名前が好きじゃないって言ってたわね。先生はまだ何か隠してる。うん。どうするかはアレンに任せるわ。何が足りないのか、何が欲しいのか。わかったの。みんながどうして生きているように感じないのか。人は運を失うと死んじゃうのね。なんだろう。うーん。私はあの時毒リンゴを食べるべきだった。みんな死んじゃった。白雪姫とは違うのかな。アレンはどうするの？一緒に食べる毒リンゴ？ああ。お？食べないにしたらどうなるの？食べないよ。そう。みんなによろしくね。お？
おやすみ、おあれ、え、あって、え、え、え、あ、え、あ、あ、え、え、あ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 、え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 、あってたの？へえ、あってたのかな。ほう、みんな同じ目をしてる。理由はわからない。でも死んでいるの、みんな。うん、ずっとそれを探してるけど見つからないわ。で、うん、線は、は、いる、でし、うん、最後の方は文字が滲んでいて読めない、これ最後読めるようになるのかな。ね、おー、戻ってきちゃった。一個だけだったね。おお、やっぱパートいい感じの時間だね。そうだね、うん、じゃあここで終わるか、うん、次はいよいよあのでかい正面の扉から。そうだね。うわー、怖えー、先生、先生、え、次先生かな。先生か。よし、じゃあ次続きまーす。おつぴよです。先生黒幕説。わお。